皆さんこんにちは。あなたは気になる女性と関わるときに女性の仕草を気にしたことがありますか？女性は好意がある人と好意がない人とでは意外と分かりやすく違った仕草や態度を示します。つまりあなたの気になる女性がもしあなたと両思いだったら、可愛いアピール、好き好きアピールを無意識のうちにしてきている可能性があるのです。でもそれが具体的にどんな仕草なのか、ちょっと分かりづらいって人は多いですよね。今日はその具体的なアピールの仕方についてご紹介していきたいと思います。わかるとか、ちょっとそれは初耳だという声まで、よかったら意見をコメント欄に書いてみてくださいね。それでは行きましょう。1、じっくり見てくる。大好きな子にじっと見つめられると緊張しちゃいませんか？誰でも好きな人に見つめられるのはとにかくドキッとしてしまいますが、女性は男性がそう感じることをやはり知っているのです。さらに女性は目を細めて見ると機嫌が悪いように感じられるかもしれないので、パッチリ開いた大きな目で見るように意識します。また上目遣いも男性のドキドキをくすぐると女性は分かっていますが、身長差があまりに大きい場合は顔をちゃんと上に向けてまっすぐに見てくる人も多いんです。まるでワンちゃんが餌が欲しくてまっすぐに見つめてくるみたいに。最近は上目遣いでもマスクがあると伝わりにくくなる部分があるみたいですね。目で気持ちを語るというのはずっと昔から変わりませんが、上目遣いでも目力が強すぎて怖いと思われる女性もたまにいるみたいですから、自分に自信がある女性ほど上目遣いではなくしっかりまっすぐ見てくることもあるということをぜひ気にしてみてくださいね。2、髪や唇を意識する。時々メガネ。女性にとって髪型ってお気に入りのパターンがあるものなんですよ。例えば片方だけ髪を耳にかけたり、気になる男性の前で髪の毛を解いたり縛ったり。髪の毛を触る行為が多い女性は目の前の男性に自分の女らしさをアピールしているんです。また唇をうるうるな状態にしておきたいとも思っています。最近はマスクをつけているので、そんな部分もちょっと油断している女性も多いかもしれませんが、好きな男性ともしキスするならとか見られたらって想像している人は特に唇をしっかりうるうるにしています。だってカサカサな唇よりうるうるな唇って魅力的ですよね。それに唇ってセクシーさをアピールする部位の一つでもあります。魅力的な唇に見せることで女性としての魅力度が増すって女性は考えているんです。さらにアイテムを使って不意打ちのドキドキを作り出す女性もいますよ。その代表的なものはメガネです。時々女性が不意にメガネを外して 100% の素顔を見せるときって、絶対どう見られてるかなって本音では意識しています。女性がもしあなたの前でメガネを外して素顔を見せて、さらにあなたを2秒以上見つめてきたら、あなたをドキドキさせたいっていう狙いが隠れている可能性大です。3、手の使い方。恥ずかしくて顔が赤くなった時、手で顔を隠したりする行為って可愛いなって思いませんか？恥ずかしがっている様子だけでも可愛いのに、顔を隠している様子がますます可愛い。そんな風に男性が思っているのだと女性はなぜだか知っています。例えばすっぴんの時なら眠たそうに目をこする様子もまるで子猫のような可愛さがありますよね。自分自身にそういった可愛さがあって自覚してアピールしてくる女性もいれば、素で何気なくやっている女性ももちろんいますよ。いろいろな手の使い方はありますが、綺麗な手を見せてアピールしたいという時もありますし、手をオープンにしていることで気持ちを許していることをアピールしているとも言えます。反対に興味のない男性が目の前にいると、比較的手を隠しているというか手をしまっている女性が多いです。自分を守ろうとしているような精神状態が手を隠す行動に現れているんですね。テーブルの下から手が絶対出てこない、立っている時も腕を組んでいたりするのは気持ちが後ろ向きな証拠です。ぜひ気にして見てみてくださいね。4、言葉遣いやトーンの変化。女性は好きな男性の前だと言葉遣いや声の高さでも女性らしさをアピールします。一般的な例は、普段早口なのにゆっくりおっとりとした話し方を意識をしたり、声の大きさや強さも抑えて落ち着いた話し方を意識したりします。もちろん反対に好きでない人の前では低いトーンだけれど、好きな男性の前ではキャピキャピした高いトーンになる場合もありますね。ただこれは
男性にとってはとても分かりやすいですが、あざとすぎてそこまで分かりやすくやる女性も最近は減ったかもしれませんね。女性としてもあまりにも人によってはっきりと差をつけるのも軽い女に見られるかもという自覚がありますし、礼儀という部分でも分かりやすく苦手な人に嫌悪感を出さない人も多いですから。ただどちらにしても確実なのは、女性があなたの好みに近づけてくるかというところです。例えば言葉遣いもあなたの言葉遣いに近づけますし、会話のペースも近づけます。あなたにとって居心地のいい話し相手になろうと無意識に研究して合わせているんです。大勢で話しているときと、ただの友達と話しているときと、二人きりになったとき、変化があるかバレないようにチェックしてみましょう。5. リアクションが大きくなる。女性があなたの言葉や意見に対してうんうんと目を見て何度もうなずいてくれるのは、あなたに共感していることを強くアピールしています。もちろんただの聞き上手さんである可能性もありますが、他の人に比べてうなずきの回数が増えたり無言でいる時間が減るのは、一生懸命なあなたと話したいし前向きな気持ちが伝わってほしいと思っている証拠なんです。他にも何かちょっと失敗してしまった時でも、ちょっと首をかしげてわからないふりをするような甘え上手な女性っていますよね。もうしょうがないなって男性に言わせてしまう素振りをさらっとできてしまう女性も、男性がついつい許しちゃう仕草を知っているのです。ただ悪気が感じられるものはもちろん、いくら可愛くても誰でも嫌な気持ちになりますよね。そのあたりの常識をわきまえた上で、あなたにだけ許してアピールを上手にしてくるのは、女性があなたに対して気を緩めて、そして可愛いと感じてもらいたいと思っている証拠なんですよ。6. あまり離れない。目の前に好きな男性がいるときに、女性は絶対離れていきません。例えば反対に苦手な人と面と向かったときは、一定の距離を保とうとするんです。どうしても勘違いさせちゃいけないし、女性自身も抵抗の気持ちが出てしまうから。それに比べて好きな人相手なら、その男性が近づいてきた時に自分も駆け寄っていくし、肩がぴったりくっつきそうな距離感にも抵抗がありません。むしろ嬉しいはず。会話をした後に男性が、今からご飯行こうと思っててと言った時も、偶然を装い、私もだよ、一緒に行くみたいに合わせてきたりするのも、好意があることが分かりやすい行動の一つですね。もちろんただの友達でもやってしまう範囲ではありますので、そこは想定しておきましょう。また女性によっては緊張して反対に距離を大きく取ろうとしてしまうこともありますから、俺苦手対象と感じた場合も判断が難しいので、あまりグイグイ行かないようにして時間をかけて様子を見ましょう。 7.あなたといる時間が楽しそう。目の前に好きな男性がいるときは、女性は心から嬉しい気持ちがあふれているはずです。それはしっかり表情や行動にも現れちゃいます。笑顔が絶えなかったり、男性の発言に対して否定的なことを言わないで前向きな発言が多かったり、あなたといる時間が尊いのでバイバイよりまたねと言うし、ツーショットとかあなたが写っている写真を撮ろうとしたり、楽しいってはっきり言葉で伝えてくれたりします。また長い期間好意を持ち続けていると、もはや言葉がなくともただ一緒にいるだけでいいと感じてしまう女性もいるので、特に用事がなくても会いたいと思うし、二人でコーヒーを飲みながらベンチに座った時間さえも幸せな時間になってしまうんです。あなたが私と過ごすための時間を作ってくれた、あなたが隣にいてくれているというだけで満足してしまう女性もいるということ。会うたびに笑顔で、もし辛いことがあった時もあからさまにイライラを見せてこないとか、あなたに不快な思いをさせたくないと配慮している様子が見られるのは、貴重なあなたと過ごす時間を無駄にしたくないと思っている証拠です。あなたから一歩踏み込むと一気に進展するケースですので、前向きにチェックしてみましょう。以上、目の前に好きな男性がいるときに女性がやってしまうことについてご紹介しました。7つ紹介しましたが、あくまで一般例で、女性にも個人差があり男性にも個人差があると思います。だからこそ難しいですよね。一見パズルみたいです。みんな違った形のピースを持っていて、でもだからこそピタッとハマる相手が必ず見つかるはず。ぜひ広く柔軟に周りを観察してみましょう。では今回の動画は以上になります。
この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。